バイトの応募の条件、勇猛果敢な人、死を恐れない人、チャレンジャーな人、そして俺が死んでも怒らない人。いや、調査兵団だよ俺たちは。屍を大量生産していこう。俺の屍が積み上がるだけかもしんないけど、これ、ね、燃焼で死ぬけど、ちなみにこのパーティー、俺が燃焼で死んだら俺だからね、言っとくけど。ちょ無理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 マジでいいよ、あ、いいよ。じゃあもう、そういう、俺が死んでもいいってことなんだよね、逆に。俺めっちゃ、マジ、てか俺普通に炎関係なくめっちゃ被弾してんだけど、ちなみに。はい、4枚持ってかれました俺終わるわこれ。ごめんけど俺死にますこれ。私が何とかするごめんごめん、俺が弱くてごめん。みんな仕方ないかもしれない。これに関しては燃焼を避けながら敵の攻撃を避けるという技が俺にはできなかったかもしれない。ヒルチャードは余裕だよね。ごめんけどさすがに。ああ、5-3だったよそれは5-3だったよ。すみません、俺が力不足でした。いやでもこれはね、ルールなんで、仕方ないんですよ。ショーはいいですね。岩主人公、ショー、あるあると。いいんじゃない？原作反応全く何も起こせないね。面白い。楽しい。負ける気がしねえ。大丈夫かな？向こうのアルハイズンやばそうだけど。大丈夫よ、そっちは。見ながら。あ、でもなんかめっちゃはめてる。めっちゃなんか岩主人公でロックして、ショーで。あ、でも結構火力出てるな。ショー4700出てるな。4700がだいぶ強い、ちなみに。行こうか。俺任せろ。これ貫突だからね、このアルハイゼンは。アルハイゼンアルハイゼン任せろ、俺の貫突効果の最強の会心ダメージで。待って、あの鳥を倒そう。鳥倒してダメさせた方がいい、これは。ナイス、ナイス、ナイス。今がチャンスだ。あのアルハイゼンの分まで、俺たちがこいつを倒すんだ。一試合で一人失っていく。あるか。いいですね。開花が起きます。行きましょう。開花攻撃。大丈夫。大丈夫だよ。多分。俺はザコと戦いたいよ、ちなみに。よし、もう突破だ強行突破だ、いけ関係ねえ。作戦とか関係ないよな。ダメージ食らなきゃいいだけだよな。タル、加勢する、俺が。いや、ダメだ。開花が起きる、それは。よくなかった。タルと俺は一緒に戦えない方がいい。やばい、このパーティー、禁止すぎる。ここで全滅するかもしんない。種がやばすぎる。まずい。誰か死んだこれ今。タルが落ちたか。ナイス。てか、えぐいな。なんか経験者かこれ、もしかして。あ、クレイ。オッケー、レッツ開花、自称、パーリーない、ジエンド、楽しいじゃん。やばい、怖い、クレイが怖い、マジで。キノコよりもクレイが怖い。熱い。え、なんで俺だけ食らってんの、しかも。この3人はそんな食らってないんだよな、なぜか。自称が怖いです。レッツ開花。でもレッツ開花でめっちゃ死んでるな、キノコ。言うて実際は。モルハの剣だよ。なんでこんな強い、みんな。変装反応ダメージがエグいのか、これ。めっちゃビビってる。いや、だって、戦ってるよ。ヒットアンドアウェイだよ。ヒットアンドアウェイと逃げてる違うから。俺が一番戦う。そんなバカな。あ、わかった。じゃあ俺も次から。最後こいつを、じゃあ、もういいよ、戦おう。燃焼とか何？全然怖くないけど。想定外だ。はい。解散となります。このパーティーは解散です。戦闘する社員たち。いやでも、エルマイトを倒してくれたという、大義は果たしてくれた。あれを倒すのはなかなか大変よ。え、いいん？終わって。え、耐えた？え、600ダメージぐらいの損害だったんだけど。たったの。この結晶のおかげってこと？今の。今俺は死んだと思ったけど。ちなみに。もうボンボン爆弾の時点でもうだって完全なる殺意だったんだよ。